緊張しましたね。やばかった、本当にやばかったですね。早く終わってくんねえかなと思ってこの日が早く過ぎればいいと思ってた。いや、びっくりしましたね。優勝、M1 優勝してなんて幸先がいいんだと思って、もう僕はもう今日舞台挨拶で言うことが決まったなと。もう僕らの漫才指導は令和ロマンさんがやってると。そう、これ全面に押し出していきたいですよね。そうだよ、チャンピオンに教えてもらったんだからな。本当ですよ、一発でやりますっていうのも。ちょっと緊張しましたね。やばかった、本当にやばかったですね。早く終わってくんねえかなと思ってこの日が早く過ぎればいいと思ってもうそわそわしましたよね。めちゃくちゃ大変だったな。しかもなんかエキストラさんも初めて我々の漫才をフルで見るみたいな感じでしたよね。完全そういう風に、うん、シャットアウトしてやったっていうか新鮮、うん、だから笑い声も達してないですね本編では。実際のこうやって入ったままをお二人がだから笑かしてるっていう。気持ちよかったっすよね。いや、すごいね。だからそれは漫才やったりとかお笑いの人楽しいだろうなと思っちゃうね。あれ、自分たちで考えたネタで自分たちで演じて笑いを取るってなってこんな気持ちいいんだって思って。わかるわかる。なんか漫才っていいなって、うん。